お疲れ様、お疲れ様です。こんばんはこんばんは。スベイさん、お疲れ、ありがとうございます。ありがとう、お疲れ。しゅんちゃん、かわいい、ありがとう。さあちゃん、こんばんは。パラダイス、こんばんは。今日うちわセット買ったでって、ありがとう。うちわセット、そんなのあるのかな。うちわセットってなんだろう。こんばんは、しみさらちゃん、こんばんは。今起きたって、おお、遅ようございます。それは今起きたって遅いね。こんばんは、夜寝かな。こんばんは、皆さん、こんばんは。今日は何をしてましたか。最近先輩、そう、最近ね、先輩に話しかけられるようになりましたこんばんは、しゅんちゃん。なんだこれ、お洋服ありがとう。すごいね、かわいい、ありがとう。今日もお疲れ様です、お疲れ様です。こんばんは、こんばんは7日が楽しみって、そう、7日は僕の太陽公演があるので、そう、久しぶりかわかんないけど、ぜひ見てください。今日は伝説の、今日1年前の昨日、1年前の昨日が伝説の日でしたよ。こんばんは、今日寝てたよって。でもサロン寝てよ今日こんばんはね、明日は祝日ですね。祝日だ、明日は。祝日だ、こんばんは。そうそう、パイ投げです。昨日、1年前の昨日はパイ投げをしました。失敗しました。レサルティさん、かわいい、ありがとう怖い、怖くないよ。辛くなってきたって、怖いかな。光っとると思ったら壁、あ、そう、これ壁の模様です。でもいつも光ってるよ。もち5213、ハートありがとう。7日公園行くよ。この日は勉強目的に、勉強、勉強ありがとうございます。夜勤着替えたのって、そう、家帰ってすぐ着替えるの。祝日だけど明日仕事って大変だ。頑張ってくださいね。マルチ5213、ハートありがとう。帰ったら CS 契約しないと。あ、そう、 TBS の CS だよね。ぜひ登録お願いします。祝日だったんだ、明日働きでいいだ。いいですね、働く気、すごいね、いいね。仕事、仕事のやる気満々でいいですね。前日なんでステーキ食うたよって。そうなの、祝日の前日にステーキ、いいね。でも、ステーキか、ステーキあんまり食べないな。美味しそう。こんばんは。パイ投げ上手くなったかなって、どうだろう、どうなんだろうね。もうずっとパイ投げしてないからわかんないけど、でももうあんなミスはしなさそうな気がするけど、どうなんでしょうか。こんばんは、こんばんは。サラちゃん、こんばんは、こんばんは。サラの生誕祭をどうするかでの勉強目的でねって、ありがとう。メモ取ってそごそしてたけど気にしないでねって、ありがとうございます。楽しみにしてますね。嬉しいです、ありがとうございます。サラの生誕祭か、サラの生誕祭あるかなあるんだったら3ヶ月後ぐらいかな、2月なのでね。こんばんは。歌コン桜坂終わった。歌コン見てなかった。なんかそれあんまりテレビ見ないんですよ。桜坂、流れ玉か。リンさん、
ケイタありがとう。さあちゃんこんばんは。マスクどうしたのって、いやこれはあれすっぴんだからマスクしただけですよ。こんばんは、あの病気とかじゃないですよ。誰が何のためにそうねって言って、だるまになって炎上素敵な生誕だといいねって、それ楽しみ楽しみだな生誕祭。全然想像つかないけど、在宅だから誰にも気づかれずに仕事するところだったって。いや明日は祝日なので祝日なので仕事しないで大丈夫ですよ。すっぴんでそんな可愛いのなんてって、可愛くないですよ、マスク詐欺ですよ。全然マスク詐欺っていうか詐欺れてもないかもしれないけど、マスクだよ。アイメイクしてない、もうお風呂入っちゃった。あははは、サラはもう16。いいよねあの歌。なんかね昔ね、あのラストアイドルやってた頃に、あの上名口姫香さんっていうね、京式にも出てた、なんかね可愛いね、上名口姫香さんが暫定メンバーの方でね戦ってる時の曲がこれ歌ってたんですよ。姫はみたいな感じで自分の名前にして、ジュサラはもう窓じゃない16だから、トゥルルルルルルなんでたにその前で、そうなんだ。ビンそば、ビン何そば、ビンそばないかもDo you know Freya JKT? Yes I do! I love Freya!I'm watching Twitter every day. 毎日見てるよ。河原そば？河原そばって読むんだね。こんばんは。ハロー。スマイルください。言わないと見えない。祝日の過ごし方は？なんだろう。祝日の過ごし方。お出かけ、なんだろうね、お出かけかな。こんばんは。山口の河原そばだね、おいしい。河原そば食べたことないですね、食べたい毎日のしてる、押してるよ、いいね。こんばんは、さあちゃんこんばんは。こんばんは。さあちゃんの歌ったビアライブと僕海の動画毎日見て元気もらってる。いや恥ずかしい。ビアライブモームスさん、いやー、さら長い間あの動画とか自分で見てないからさ、わかんないんだけど、どんな感じだったんだろう。でも嬉しいです、ありがとうございます。サトシインデガンさん、ハートありがとう。ハートのガウン可愛いですね。ガウン、これガウンっていうの？ありがとうございます。収録予選が楽しみだなって。 17?18?16?17 だっけ、なんですよ。だからあと2週間後くらいなので楽しみにしててください。キャー、どうなるかな、楽しみだ。ボーチューブにあるから、まあ毎日見てるよってありがとう、ありがとう。昨日リンコのモバメでピエロ画像来たよ。あ、ほんま？ほんま？ただリンコちゃんと写真撮ったんだっけな、だっけな、そっか見れたか、ありがとうございます。おお、DD がバレてますよ、 DD が。11月4日アンナちゃん、11月5日リネタン、明日？あ、明後日？お祝いしなきゃだね
七日無事でよかったね。そうだね、確かに展開確かにまさかまさかのだ。ご収録予選早く期待です、楽しみです、ありがとうございます。あげてないまだ。カチャルクの決勝で応募すためなのかな。ダメじゃないと思いますよ。やっほーりよ。カチャルクの予選の放送が楽しみです。ありがとう。今日も帰った。アバター一緒だ、昨日と。今年も予選録画して、またなんか、回も見なくちゃ、どんな歌なのかなって。当ててください、当ててください。マジで期待しとる、ありがとう。どうなるんだろう、どうだろう、わかんないな。昨日の大森で一緒に写ってた子はなんだ、子は昨日の大森で一緒に写ってた子は何の写真送ったかが思い出せないよ、わかんないな、何の写真送ったの、子は誰かな、何なんだろうね。リオちゃんめっちゃ来てくれる、こんばんは、こんばんは、こんばんは。信じてお見送りでおめでとうって伝えたから翌日のパスリセーターズに投げて思ったって。ありがとうございます。受かりたいな、ファシリテーターなのか楽しみだな。パセリも11月多いに当たっちゃう。えへへ、ね、女の子のアイコン変わってない。普段通りの清水プロ出せば勝てるって、ありがとうございます。あ、顔隠しちょっと、顔隠しショット、顔隠しショットは誰だっただろう、あれサラ、イケちゃん、ヤヨちゃん、ユリッチ、サラピー、渡辺なっちゃんだった気がするよ。こんばんは。あ、そうだね、ももちゃんも11月だね。何あげようか考えてる今。こんばんサラちゃん、こんばんは、間に合ったんごって、ありがとう。こんばんは、こちら、こんばんは、こんばんは。7日は岡田奈々さんの誕生日、あ、そうなんだ、奈々さんお祝いしたいけどあれなんですよ、お祝いしたいけど LINE 持ってないんです。ん、さあちゃんエコポジション固定になったっぽいし、全メンバー安定してそうなんですか。ああ、え、あ、サッコが、サコちゃんが別のところに入ったってことかな。あ、43分ありがとうございます。ふみさらが今一番行きたい場所、一番行きたい場所、北海道。北海道です、そういうことかな、どうなんだろう、え、わかんない、考えたことがなかった、初めて今言われて気づいた。そろそろかな。ツイッターで、なんか申し訳ないな。そう、北海道来た。お、15分ありがとうございます。よし、13位えんちゃんありがとうございます。12位かっこゆうちゃんありがとうございます。11位のりさんありがとうございます。10位みーちゃんありがとうございます。9位くっちゃんさん。ありがとうございます。8位マモルーさんありがとうございます。
7位、ゆうりさん、ありがとうございます。6位、よしーさん、ありがとうございます。5位、カルマンさん、ありがとうございます。4位、オレオーズさん、ありがとうございます。3位、マリチ521さん、ありがとうございます。2位、しゅんちゃんさん、ありがとうございます。そして1位、やすべいさん、ありがとうございました。ありがとうございました。短めでごめんなさい。ありがとうございました。明日は朝配信になると思います。ありがとうございました。おやすみ。バイバイ。おやすみ。